はいどうも、B 賞です。今日はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーホリデースペシャル版として発表された新作ホットトイズ、マンティスについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介します。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや1/6スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、ホットトイズのカスタムについても依頼を受け付けているので、気になる方はね、概要欄に貼ってある僕の Twitter だったり、Instagram の DM からメッセージをお願いします。はい、ということで今回ずっとフィギュア化が期待されていたキャラクターのマンティスがね、ホットトイズから発表されました。まあ、ただね、フィギュア化されたということは嬉しいんですけど、まあ、その反面フィギュア本体も特にヘッドに関しては正直に言うとね、がっかりしちゃった部分が僕は大きかったですね。まあ、過去エンドゲーム版としてプロトタイプのみ発表されていたと思うんですけど、まあ、当時の写真と比較してもスーツは仕方ないとしてヘッドの造形はね、同じように見えますし、まあ、この表情がね、とても無表情な点はかなり残念に思っちゃいましたね。まあ、マンティスといえば天然キャラというか、まあ、とても素直で表情も豊かで可愛いキャラクターという風なイメージがあって、まあ、僕は結構好きなキャラクターなんですけど、まあ、ここまで無表情だとちょっと違うなというふうに思いましたし、もっとね、笑ってる表情だったりとか、まあ、たまに見せるね、相手を威嚇するような表情にしても良かったんじゃないかなと思いました。で、まあ、ヘッドの造形についてはスパイダーマンのね、新スーツだったりとか、まあ、最近発表されている他のフィギュアを見ても、まあ、結構ね、造形いい感じのヘッドが続いたと思うんですけど、まあ、今回に関しては似てるか似てないかという点を見ても、まあ、ちょっとイマイチかなというふうに思いましたね。まあ、黒目が大きかったりとか表情がないというようなところもね、造形が難しいのかなという気もするんですけど、まあ、ヘッドについては今後いろいろとアップデートしてほしい点があるかなと思いました。で、まあ、今回ねホリデースペシャルのバージョンということもありますし、まあ、マンティスとドラックスが主役となっていて、まあ、これまで以上にね2人が活躍してくれた作品のバージョンとして登場するということなので、まあ、せっかくフィギュア化されるならもっとね頑張ってほしかったなという感じがしますね。で、まあ、髪型は内巻きのヘアスタイルになっているんですけど、まあ、この後ろ姿を見てみると黒髪の中にちょっと青っぽいメッシュが入っているというようなことがわかります。まあ、あと頭の触覚についてはね個体差かもしれないんですけど、まあ、結構隙間が目立つなというふうにも思ったので、まあ、もう少し違和感ないような見た目にできないかなというふうにも思いました。まあ、そしてスーツに関しては緑と黒のマンティスといえばこのスーツというふうなね衣装を着用しているわけなんですけど、まあ、ホリデースペシャルならではの衣装も付属しているという点はねとてもいいなと思いましたし、まあ、魅力的な付属品は揃っているかなというふうな印象です。まあ、衣装の腕だったりとか腰足の横の部分はね、まあ、細かい切れ込みが入っていて、まあ、少しねじれているようなデザインというかね、まあ、結構細かいところまで再現されているなと思いました。で、まあ、ホリデースペシャル版の衣装としては着脱が可能なポンポン付きのクリスマスセーター、アクセサリーとしてクリスマスツリーのカチューシャ、ポンポンのネックレス、星型のリボンが装飾されたエプロン、大きなキャンディーケイン、サングラスがね付属していて、まあ、それぞれ身につけることができるということなので、まあ、ドラッグスとね地球でのクリスマスを楽しむマンティスの姿を再現することができるセット内容となっています。まあ、こういったところのクオリティについてはねさすがに見えますね。まあ、セーターについてもねしっかり編み込まれているようにも見えますし、まあ、ところどころにつけられているポンポンとかもねしっかり再現されているんじゃないかなと思います。まあ、星型のリボンで装飾されたエプロンなんかもとても細かいんですけど、まあ、どういった素材で作られているのかというような点はね気になりますね。さすがに本物のリボンテープで作られているようなことはないと思うんですけど、まあ、キラキラしている塗装だったりとかもよく再現されていると思いますし、まあ、こういったところはねヘッドと比べて本当に細かくてクオリティも高いなというふうに思いました。で、まあ、普段のこのスーツの衣装としては少しね地味には見えるんですけど、まあ、ホリデースペシャル版の衣装を着せればねクリスマス以外ではちょっと飾りには少し気を使うようなフィギュアになるのは、まあ、結構面白いんじゃないかなとも思いますね。で、まあ、今回ハンドパーツの中に少し特徴的なものがあると思います。まあ、それが両手を組んでるようなパーツがあるんですよね。まあ、マンティスの立ち姿を思い浮かべると、まあ、前で手を組んでるというような様子がねイメージしやすいかなと思うんですけど、まあ、その様子をね再現できるようなハンドパーツが付属しています。まあ、戦う時にね構えた様子なんかもこういう風に手を組んでいるというようなねシーンもあったと思うので、まあ、そういった部分をね再現できるハンドパーツ付属している点は結構嬉しいなと思いますね。まあ、結構ね左右バラバラなハンドパーツが付くというようなことはねたまにあるんですけど、こういったね組み合わさったものはなかなかないと思うので、まあ、結構珍しいなと思いました。でも、まあ、あと台座も可愛いと思います。まあ、ホリデースペシャルのロゴと緑が主体となったデザインとなっていて、まあ、雪なのかイルミネーションなのかね、まあ、白っぽい光がデザインされています。まあ、フィギュアは全長約31センチということで、まあ、女性キャラクターのホットトイズとしては結構ね大きい方かなと思いますね。まあ、ただ31センチといっても触覚を含めた大きさが31センチとのことでした。まあ、ヒールを履いているような感じもあるので、まあ、他の女性キャラクターよりはね大きそうですし、まあ、身長だけで言えばアイアンマンとか
キャプテンアメリカとかね、そういったフィギュアと同じくらいの大きさになるのかなと思います。はい、それでは続いて発売時期と価格についてです。国内ではすでにトイサピエンスとすだちトイズで予約が開始されているので、それらのサイトの情報をもとに紹介していきます。まずトイサピエンスなんですけど、トイサピエンスでは価格が 45,000円、予約価格はそこから 10% オフの 45,000円となっていて、発売時期は2024年の5月頃となっています。そしてすだちトイズは価格が 33,600円、発売時期は2024年の6月となっています。結構今回の動画ね、出すの遅くなったので、もう予約している人はねしてるかなとは思うんですけど、どうなんですかね。価格的にはやはり高いかなとも思ってしまったんですけど、予約している人いるのかなというようなことはちょっとね気になりました。あまりツイッターでも予約したっていうような人はね見かけなかった気もするので、今回のクオリティとかもあってね、結構見送ってる人は多いんじゃないかなというふうにも感じますね。もしソーラバーのサンダーで登場したマンティスのスーツとかね、あの触覚の飾りが再現されているバージョンが出たら、買いたいなっていうような気持ちも揺らいでいたと思うんですけど、このバージョンとしてはとりあえずパスかなというふうにも思うので、もし買うとしても発売後にね価格かなり落ちるんじゃないかなとも思うので、そういったタイミングで買えばいいかなというような感じで個人的には思っています。はい、ということで今日はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーホリデースペシャル版として発表された新作トイズマンティスについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。動画の中では顔の造形を中心にね、結構批判的なことを言ってしまったと思うんですけど、やはりね表情については改善してほしいポイントがかなりあるなというような気持ちが強いです。衣装についてもね、通常の衣装プラスホリデースペシャルバージョンのものがついているというのがもありますし、表情がもっと明るくなれば魅力的になるかなと思うので、今後のアップデートにもね期待したいなと思います。あとはドラッグスがどうなるのかという点もねちょっと気になりますね。シリーズとしてマンティスだけになるのかね、今後発表されるかわからないんですけど、ドラッグスに関してはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズからのね卒業もささやかれていますし、他のメーカーからはねこのドラッグス6分の1スケールフィギュアとして出てるんですけど、ホットトイズからはね、初期のものからしばらく出ていないと思うので、まだちょっとね期待したいなとも思います。今回紹介したサイトなんかについては概要欄で各種サイトの予約リンク貼っているので、この動画を見てね、気になった方はぜひそちらから予約していただければと思います。ということでこの動画参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕のツイッターだったりとかインスタグラムのリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。フィギュアのカスタム依頼もね受け付けているので、気になる方はねツイッターだったりインスタグラムの DM からメッセージをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。